ける気がする。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちら、ビーストハイパーライドウォッチ、こちらの音声確認させていただきました。実はまだ、ビーストライドウォッチも持っていないので、そのうち買えるかなと思って待っているんですけれども、なかなか、タイミングが合わず、まだ、購入できておりません。なので今回ね、なんだかんだでビーストハイパー手に入って、とりあえず良かったなと。本当もうライドウォッチどんだけ出るんだよって感じですけど、遊ぶ分にはいくつあっても困らないとは思うので、どんどん貯めていきたいかと思います。では簡単ではございますが、ビーストハイパーのライドウォッチ、こちらの音声確認をさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。